はい、酒好きたもとに新潟人の飲酒動画です。今回は皆さんお気づきだろうか、今回からですね、フリー素材の、音楽 BGM ですねをつけることにいたしました。それだけですね。今回飲むのは、これ梅酒ですね。あ、梅酒なのかな。蝶屋、ザ蝶屋ハイボール、本格梅酒ハイボールですね。紀州南高梅 100%、 アルコール度数が 7%、 人工甘味料と、香料着色料が0。発泡性の梅酒のため常温で開缶すると中身が吹き出る恐れがあります。冷蔵庫で冷やしてお飲みください。原材料名が、梅加工紀州産南高梅と梅製と、糖類、これなんだ、梅製じゃあ酒製だった、梅製じゃねえ酒製ね、はいはい、まあ、いわゆる酒の何だ、販売者蝶屋梅酒株式会社、大阪府の羽曳野市の会社ですね。ここにですね、品質の目安って書いてありますね。紀州産南高梅 100% 使用。人工甘味料なし、酸味料なし、香料なし、着色料なし。そんで、ここに、本製品1本あたりの平均梅の使用量というのが書いてあって、45g と書いてあります。45g か。これが多いのか、少ないのか、全然わからない。最近このザ・蝶屋っていうのが発売されました。ザ・蝶屋、蝶屋の新しい梅酒の、俺がいつも、まあ、好きで飲んでたのが蝶屋の紀州ってやつ、紀州だったやつ、緑色の缶に入ってる、缶じゃない瓶に入ってる。で、このザ・蝶屋というのが、まあ、最近発売された。乾杯。そんな甘くないですね。ちょっとだけ酸味がある。今サイトに行きました。梅酒なのに甘くない、本格ドライと書いてあります。梅酒は甘いといった今までの常識を覆す梅の味わいはしっかりすると、それでいてドライを実現しました。いや結構甘いけどな。まあ炭酸で割ってるからそれはな、甘さ抑えられてると思う。でも実際のところこれ自体飲んでみると、まあ確かに普通の酎ハイに比べたら甘くはないですね。食事と相性抜群のキレ、果実、梅果実本来の酸味を生かした設計でハイボールの名にふさわしい切れ味を演出しました。人工甘味料、酸味料、香料、着色料ゼロ、紀州産南高梅 100%、 高アルコール、アルコール度数 7% と書いてあります。これ値段がいくらか、忘れました。一応希望商売価格が180円となってますけど、割と高いのかな。ザ・蝶屋、あれこれかな、最近発売したのザ・蝶屋ブラックってやつ、平成29年の9月発売、つい最近じゃねえかよ、1ヶ月か2ヶ月前に発売してるの。
ザ・チョーヤブラック芳醇ブランデー仕立てのまろやかな味わいの梅酒。紀州産南高梅 100% 使用。1年以上に熟成させた梅酒にフランス産ブランデーをブレンドしました。なんだこれ、刹那的に広がるブランデーの、これ刹那って読むの、刹那的に広がる、刹那ですね、刹那の見切りです。あのカービィのスーパーデラックスに収録されている刹那のあれですね。刹那的に広がるブランデーの方向と遅れてやってくる力強い梅の風味、しっかりとした後味が特徴です。容量 720ml でアルコール度数 14%、 希望商売価格が995円。あ、まだありますね。ザ・チョーヤのザ・チョーヤ、あれ、あ、ザ・チョーヤ大地の梅、日本初ジョナ有機認証の本格梅酒。なんだそれ。和歌山県で、栽培した有機梅を有機砂糖有機酒精で漬け込んだ有機の梅酒。ああ、なるほどな。ってことは有機栽培オンリーなんだ。これは高いぞ。梅酒として日本で初めて、特定非営利活動法人日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会ジョナの認証を取得した完全オーガニックの、本格梅酒です。生産者の愛情をたっぷりと受け、また厳しい環境の中育った力強い美味しさは本物の梅酒を望んでいる方にはもちろん、大地の香りや味わいを楽しみたい方におすすめです。容量が 750ml、 アルコール度数 15%、 希望商売価格が1428円、1.5 倍ぐらいしますね。1.4 倍ぐらい、さっきのやつも 1.4 倍ぐらいします、ね、で、こちらが平成29年の8月発売となってて、ああ、こっちが先に発売したんですね。さっきの、あの、ブラックってやつは、後に発売したんですよ。でもね、あのね、俺、あんまり梅酒はね、もう、どれでもいいんだわ。ほとんど何でもいいんだ。これ梅酒ハイボールでこれ割ってるでしょ。だからね、もうね、あの、ただの梅酒のハイボールなんだよね、味が。これいわゆる梅酒なんだよね。梅酒ってあったじゃん、梅酒、長屋の梅酒、あの缶の見ようかさ、梅酒とかいうさ、あのエロいやつ、エロい CM が昔あったけど、梅酒と多分何ら変わらないんです。ただ違うのはアルコール度数が 4% っていう、梅酒はアルコール度数 4% なんだけど、こっちは 7% です、ね、なんかこっちの方が美味しいと思う。あの梅酒はね、なんかね、薄かった気するな。しかもなんか高いんだよな、梅酒。あれ普通に180円ぐらいするんでしょ梅酒って。あれなんで高な、昔から分かんなかったけど、あれなんで高いのかな、全然分からないけど、なんでかあれだけ高いんだよ。チューハイとかは普通に100円で売ってんのに、これだけ梅酒だけだいたい180円とかで売って、なんで高いんだろうってずっと思ってたけど、結局謎のまんまですね。まあ基本的にはほとんど変わる、何が違うの全然わかんないですけど、梅酒って本当にわかんなくてさ、あの俺はほとんどあの長屋の梅酒は
あのプラキューっていうさ200円のさあの梅が2個入ってるさ瓶のやつ、200cc ぐらいのやつ、あれが好きでね、たまにコンビニでも売ってたりするんで買うんですけど、もうそれが多分個人的に一番うめえと思ってるもん、ね、庄屋の梅酒で。特にあのうまいのがあの梅のね身が2個入ってるから、うめえんだ、梅だけに。でもうだから庄屋の梅酒はもう紀州っていうさ梅酒が、あの梅酒、庄屋の梅酒って言ったら紀州なんで、緑色の瓶に入ってるやつ、これがもうロングセラーで一番あのポピュラーだと思うんですね。だからもういらない、ご飯結構いろいろ出てますね。あ、ありましたね、ザ・庄屋、これの元のやつ、これの元のやつ見てみましょう。ザ・庄屋、アルコール度数が 15% で、値段、商売価格が1000円。容量が 720ml。長年にわたる梅酒作りの経験と、データの集積から生まれた傑作。庄屋が考える最高の付加価値である、熟成。酸味料など無添加の定義における多様な味作りに欠かせないブレンド技術、この2つをコン、2つのコンセプトを融合させました。梅酒作りのプロフェッショナルが作り上げる今までの家庭作りから進化した本格梅酒です。これがねシングルイヤーっていう、まあ、1年熟成と3年熟成のエイジド3イヤーズっていうのがありますね。値段がシングルイヤーが1000円で、3年熟成のエイジド、3イヤーズが2500円になってますね。高いですまあ、3年熟成か、普通梅酒って大体1年ですからね。まあ一般的な、まあ梅酒、まあ梅酒1本2500円はちょっと買いたくない。俺あの梅酒に関しては全く味クソみたいな音痴なんで全然わかりません。おそらく2500円の価値は自分ではないと思います。バカ舌なんで。普通に梅酒紀州であのいいと思って、でもこれあれだな、結構酸っぱいですね。ちょっと酸っぱめ、酸味がちょっと強いかな。あの庄屋の梅酒の紀州は結構甘いんですよ、ね、結構っていうか多分炭酸割りしてもこれよく甘くなるんじゃないかなんか最近寒くなってさ、あれだよ、寒くなったんでなんかちょっと喉の調子が悪い。まあでもどこでも売ってる超やつから奇襲。ん？なんだこれ。本格梅酒とは、梅酒に新基準っていうのができたらしいです。
2015年の1月23日、日本洋酒酒造組合が新基準、本格梅酒を制定しました。はい。いわゆる本格芋焼酎とかと、麦焼酎とかと一緒かな。本格焼酎的なのに対抗して梅酒が出たんですかね。梅糖類、種類のみを原料とし、酸味料などを使用していない梅酒を本格梅酒として表示できるよう、できるという自主規制、基準を制定しました。今回の自主基準は、今まで梅のみを原料とする梅酒と酸味料などを加えた梅酒が共に梅酒として流通しており、お客様が誤認する恐れや、梅酒の生産量は増加しているのに梅の需要は伸びていないことへの対策として制定されました。梅糖類種類のみを原料とした無添加の梅酒は本格梅酒、酸味料などの添加物を加えた梅酒は梅酒となり、お客様に確かな商品を選んでいただきやすくなりました。は、また和歌山県では本格梅酒と梅酒の、機能性成分量の違いを分析したところ、本格梅酒にはポリフェノールやカリウムが多い傾向にあるという研究結果が出ています。あ、長屋はもう全部本格梅酒みたいですね。長屋は全部本格梅酒みたいです。長屋では、約1年かけて梅を漬け込む伝統的な、方法で梅酒を製造しており、梅酒全商品の9割以上が本格梅酒に相当します。ああ、そうなんだ。じゃあ1割はただの梅酒ってことか。はい。ちなみに、ここには書いてない、ね、あ、でも書いてあるわ。本格梅酒ハイボールって書いてある、ここに。だから本格梅酒なんだ。長屋は商品に本格梅酒と明記しています。だって、長屋の梅酒機種は本格梅酒みたいですね。で、あと梅酒も本格梅酒で、長屋の梅ほのりも本格梅酒で、さらりとした梅酒、こちらも本格梅酒らしいです。まあ長屋の9割だから、まあほとんどは本格梅酒ってことだよな。まあでも家庭で作るやつも本格梅酒ってことだよね。だって梅と砂糖と酒しか使わないもんね。当たり前だけど、着色料とか香料なんて酸味料とかな、自宅の梅酒じゃ絶対使わん。なるほど。なるほど、なるほど。ということでね、ちょっとここで、まあ、勉強になりましたね。長屋の梅酒は9割、商品としては9割型本格梅酒と。まあ2年以上前にもうそういう制定がされてたっていうことに僕はびっくりしました。梅酒っつったら長屋だもんな。でもこれは美味しいですよ、確かに。ちょっと酸味は強いけど、まあちょっと酸味は強いって言ってもその分、まあドライだから酸味が強いんだろう。甘さが強かったら酸味もそんなに出てこないはずだよ。これドライだから甘みが少ないからこそこれ酸味が強いんだ。
そういうことでしょ。まあただ俺のバカ舌にあんまり、パン梅酒のハイボールだなっていう、まあだけでしょ。買いかっつうと、まあでも町営の梅塩が美味しいでしょ。しかも値段も安いし、値段も安いってことを考えると、まあそこそこ買いなんじゃないですかね。3344です。ご視聴ありがとうございました。